中に気づいたら無意識でテレビつけてた。明日はいつもより早い起床なんだがどうしよう。朝寝坊しないためにさ準備済ませておく来てた。計画通りだったら2時間前に寝てたね。でも見てよ今の僕を、謎に起きてる僕を、おぼむ感情で何もしないでテレビを見続けてるのさ。別に今は求めてないけど流れてるとつい見てしまう。フライパンやサプリメントのその通販のせいだよ。とっくに今もまだ欲しくなることなんてありえないけど、抱えた木にバサミをぶっ飛んの謎の魔力にやられてる。しまうどこかの大手が監修しても心中はつけないしな。特に今はまだ欲しくなるくらいに必需ではないけど、でも高圧洗浄機で汚れ落とすの楽しそうだな。ありがとうございました。もしいいなと思っていただきましたら高評価とチャンネル登録、そしてベルボタン機能を押していただきますと、僕が動画をアップするたびに皆様に通知が行くようになっておりますので、そちらも合わせてよろしくお願いします。申し遅れました。私二階堂と申します。はいはい、僕の動画を昔から見てくださってる方はこのキャラ分かってると思うんですけど、登場何回目ですかね、3回目ぐらいですけど、ごめんなさい、正直僕もキャラ設定よく分かってないです。はい、今回は香水をオーダーさせていただきました。夜中皆さんどうですか。僕夜中すごい、あ、ハゲが出てますね。こんなもんですかね。こんなもんじゃないですか。はい、夜中にさ、あ、夜中にですね、テレビ見てたらいっぱいテレビショッピングだって僕すごい永遠見ちゃうよっていう、歌詞にしてみたんですけど、皆様もしね共感したよっていう方コメントしていただいたら、あとその後何ですか、北欧の景色、ヨーロッパとかアメリカのね、すごく綺麗な景色を眺めながら、ナチュラルヒーリング的なミュージックを聴く、あの時間もわりかし嫌いじゃないというか結構好きでずっと見ちゃうよっていう方もいらっしゃいましたら、コメントよろしくお願いします。以上、二階堂でした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、これ元はバッテン荒川っていう人なんですけど、元ネタは知ってる人いないですよね。